今回は株式会社丸山園本店の代表取締役社長井桁進さんの悩みに當間晃生が答えます。井桁さんは創業90年を超える企業の3代目。果たしてどんな悩みを抱えているのでしょうか。一応私で今3代目なんですが、後継者を選ぶにはどうしたらよろしいんですかね。はい、今93年92年ですね。92年ね、続いていて、あと8年ですよね。さっきもちょっとお見せしましたけど、90年から100年になる間に、3割もなくなってるという例があってですね、社長さん今おいくつですか。今49です。49ですね、だからまあそういう意味では100年までは大丈夫ですけど、110年120年になると、次の代の社長の力量がね、ダメですよね。ですからやっぱりボンクラが出ちゃうと会社はダメになるんですよ、そういう意味ではね、お子さんはいらっしゃる。子供はいます。娘が2人います。娘さんね、なかなか難しいですね。お次になる気は、まだそういう話はしたことがないです。なるほどですね、最近女性の経営者も増えてるんですよ。弟がいるのに、自分がこう継いじゃってるっていうのの例もあるんです。だから女性経営者も考えられる、であなたはまだ49ですから、そういう意味であと15年ぐらい、65で継がせるのが一番私はいいと思ってます。私も会長になったら65なんです。55の時に俺は65で社長を譲るぞって言って宣言をずっとしてたんで、で途中でやっぱりこいつだなと思ったんで譲ったんですね。でそれは一族外の人間に譲ったんです。これはだからファミリービジネスじゃなくしてるんですね。55の時に65で譲るぞと宣言、10年間で、先ほど言った経理念を、徹底をしつつ、経営チームを作りました。で経営チームでやっていく中で、その中で候補者いたんですけど、辞めました、一人。辞めました。だから次、候補者いると最後出てきて、65の3年ぐらい前にお前やれよと決めた理由は、一番は人柄です。人柄、やっぱり人からその慕われるっていうタイプですね。それから人の話をよく聞く、私とまた違ったタイプです、でそういう意味ではこの2つで選びました。能力だけで選んじゃうと敵ができるんですよ、敵ができる。だから社内でできる、社内でできる。で人柄だと能力ある人間も、しゃあねえかなっていう気になるんですよ。で思うんですけど、人間って僕はそうなんです、0を1にするタイプなんですよ。で今の社長っていうのは1を10にするタイプ、要するに1を10にだから無理はしない。その代わり着実にこう社員の信頼を得ながら社員のやる気を高めていくようなタイプなので、やっぱりどっちかっていうと、やっぱこれから多分ゼロを1にするタイプじゃなくて、やっぱりこう徐々に徐々に社員の言うことを聞き、社員の信頼度を高めて伸ばしていくタイプが多分これからの人間だと思うんですよ。ですからそういう意味では僕はそれを選びました。だからそういう意味でまず社長がやってほしいことは、社員に意見を聞いて、それで今49ですから、そういう意味ではあと15年ぐらいあるので、あと10年とにかく誰にするか、そうすると当然お嬢さんも育ってきて、お嬢さんもやるかどうか、あと娘向こうが一番いいんですよね、それからそう意見言わない人はもう外したらいい。そうなん、意見言わない人っていうのはやっぱり会社に対する思いが少ないんだから、やっぱ意見を言ってもらう人ですよ。やっぱそっち、いいこと言う、最後言ってみたい。うちだって経営チーム作った時に僕に一番歯向かったやつが、一番ボーナス多かったですからね。ぜひブランディングと、それから経理念の確立と進歩、ビジョンですね、ビジョン、10年後どうするのかっていうのをやっぱり夢持つよ。そんなのもだから幹部で合宿して、10年後どうなりたいかっていうのを出してあげたらいいじゃないですか。でそれはやっぱり社員に伝える、ぜひ頑張ってください。